にちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はどうでもいい日常の風景をお送りします。どうでもいいと私が思っても、もしかしたら何か参考になるところがあるのではないかと期待しながら、当たり前の日常の風景、特にインテリアが私は得意なので、あと好きっていうことですね。でこだわりもあって何か工夫してるとこがあるので、それをご紹介したいと思います。ここはですね、洗濯機の風景です。なんか私の住んでいるところは、この洗濯機自体の置いてある場所が扉がついていてお部屋になっているんですね。そんななんか面白い作りの、賃貸物件なんですけど、でいろいろ工夫がもしかしてあるのかもしれなくてっていうことで、ちょっと一つ一つ見ていくきますね。まず洗濯するにはですね、こんなところにかけてますけどね、これは洗濯粉をすくうスプーンなんですけど、それぞれの洗濯の粉に一つずつついてるんだけど、あれあんまり好きじゃなくて、ちょっと多すぎるというか、気に入ったやつ一つだけをずっと使ってますね。ね、そうするともう捨ててますね。プラスチックゴミとかで再利用できるように入れて捨ててます。でこの洗濯機の上にちょっと洗濯のカゴですね、これを置いていて、蓋は開けっぱなしがいいらしいんですよね、通気性。だからといってホコリもたまるので、適度にホコリを遮りながら蓋の役割をするために、ここにあえて置く場所のないこのカゴ、ビッグなカゴを置いていますね。そうするとカゴの置き場所に困らないし、なんか けつまずいたりもしないし、邪魔臭くなくていいのかなと思っています。おまけにこれお部屋になってますからね、これ収納なんですね。これ扉あるんですよ、ここにね。これ扉なんですけど、これドアがありますよね。閉まるんですよ。そうするとなんかインテリアがすっきりするんですね。それたまたま良かった出会いですね。でこれはタコのこのブチュってつけるやつ、これでひっつけて、ここにかけているのはこの紐は、なんかビニール紐のよったやつ、ちょっと分厚い縄みたいなあれでやっています。そしてこの気に入った、その穴に通して気に入ったサイズのこのスプーン、これをずっと使っています。そしてこの洗剤入れなんですけど、2つあるのは、理由はですね、片方が洗濯機に使う洗濯用洗剤、洗剤似ているのでまあ分かるんですけど、急いでる時に入れ替わったりして間違いないように、洗濯用洗剤の方だけこういう風にシールをつけています。こっちの方が使いますね。でこっち何かというと強力洗剤なので、強力洗剤っていう風にシールつけてもいいなと思ってるんですけど、こっちはシミとかそういうので、ちょっとリフォームで自分が好きなので、結構ね軽く簡単にできる、そのお直しのお手入れの時に、古着とか買った時にシミが惜しかったなっていうのは結構落ちていくものも多くて、その時にこの洗剤に対して混ぜるのもちょっと物質がダメな場合もあるんですけど、それ注意しながら、だいたいいいですね、粉同士はね。でもね、でこっちにこれを混ぜることで強力、高いですからねこっちのやつはね、強力洗剤を混ぜ込んで、より醤油の落ちたやつ、コーヒーのシミとかそういうのが落ちることがあります。いろいろ工夫していきます。歯磨き粉を途中で 使ってそこにワンポイントでねやると落ちたこともあります。白いものというのは、何かを磨くとかそういうものの白いものっていうのは役に立つことがありますね。でこれセリアのなんかお茶入れなんですけどね、お茶入れのこの蓋の作りが良くて、このタイプのやつの他のやつより、このお茶のタイプのこのザラッとしたこの溝が掘られている蓋、これがすごくいいなと思ったんですよね。あと色ですね、このグリーンのね、お茶の色だ、お茶用だからお茶の色にしてあるんでしょうけど、私はなんかこれをすごくおしゃれだなと思ってね、捉えてこれに洗剤用にしましたね。でですね、ちょっとスポットが変わりまして、ここの下に洗剤もこぼれるんですよね。で毎日掃除機かけるので、ここもねお部屋もパンと開けて掃除機をかけていくんだけれども、落とした時にっていう感じで、簡単にはなんか下が汚れないようにドイを敷いています。でこれもセリアの100均のやつなんですけど、この敷き方にちょっと特徴があって、まともに四角いの一つ使っちゃうとちょっと面積が大きいんですよね、この直径がね、この入れ物の。そういう時にこういう使い方どうかなっていうご提案です。しかもこれ4つで1つっていう、110円で4つも入ってるんです、こんなおしゃれな可愛いやつが。コースターですね、もともとはね。
さっきドイリーって言っちゃったけど、まあ、コースターですよね元は。で4つなんで2つに使うためにも使い切ろうということで22で使っていくんですけど、2つを重ね方としてですね、あのこういう風になんかダイヤ型に横に置くという重ね方をすると、一部面積は覆わない部分はあっても結構広い面積を覆うっていうことができるんですよね。なのでもし何かそういうタイミングがあった時にこのことを思い出してもらったら、なんかもったいなくて余らしておくんじゃなくて使うんだけれど、2つのあのコースターをね、そうなんだけど面積足りないなっていう時に向きを変えてみるってこと。だから他のものにも応用できますよね。なんかその四角っていうのに固定観念にとらわれずに向きを変えてみて、ちょっと面積を変えてみるとしっくりきたりするし、なんか見栄えがこういう風にパッと見るとちょっとスタイリッシュになってるんですよね、なぜかね。